こんにちは、スタルケルです。今回もやってまいりました、鬼滅の刃カスタム第5弾ということで、今回やっていくのはですね、こちらになります。はい、あのね、柱のカスタムをぜひやってほしいということで、今回からなんと鬼滅の刃柱カスタムシリーズ始まります。ということで、一番初めにやっていく柱は誰なのかというと、この方です。はい、富岡義勇さんですね。なんですけど、以前ね、この炭治郎のベイでやった時に、この富岡義勇さんのね、カスタムをこのパーフェクトフェニックスで出したんですよ。なんですけど、やっぱりこの超絶シリーズじゃなくてガチンコシリーズでね、この義勇さんやってほしいっていう声もありましたので、ガチンコシリーズで義勇さんのカスタムやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。まずはレイヤーですね。何を使うのかというと、エースになります。やっぱりね、うん、柱の中でもエースなんじゃないかってことで、まあ、という感じではないんですけどあの義勇さんのあの羽織あるじゃないですか、あれの左側で、あの亀甲の柄、あのね、六角形の柄になんか緑と黄色の感じのね、模様あるじゃないですか。だからもうこのね、ウェイトの六角形のところとかね、うん、あとこの、うん、黄色と緑ってので、エースの緑を選びました。そして次、ウェイト、何を使うのかというと、こちらディアボロスになっております。ガチンコチップ兼用ですね。はいはい、まあ、なぜかっていうと、その羽織のあの右の部分のね、赤い部分を表してる、プラス見てください、真ん中にあるこの水色の、もうまさにこう水の呼吸ですよね。ということで、もうディアボロス選びました。はい、そして次、ディスク、何を使っていくのかというと、イレブンです。イレブンディスクを使っていきます。なぜイレブンなのかというと、義勇さんは水の呼吸を11の型まで使うってことで、はい、イレブンにしております。はい、そして次、フレームは何を使うのかというと、これですね、水色のメテオを使っていきます。もう水の呼吸ですよね、完璧。うん、水車とかね、はい、そのあたりでしょう。そして最後、ドライバー何を使うのかというと、こちらボルカニックダッシュですね。うん、まさにこの水っぽいっていう、さらにあの11の方、なぎがね、あの雫がね、こうポチャンとね、水面に落ちて波紋が広がる様子、うん、そういう感じに見えますよね、このボルカニックダッシュのこのドライバーの感じね。うん、あ、っていうので、このはい、3つを合わせると、富岡義勇さんカスタムになります。ちなみに、このベイブレードのカスタムは、エースディアボロス、イレブンメテオ、ボルカニックダッシュになっております。それでは早速戦っていきましょう。ということで、一番初めに戦うのはこちらになります。炭治郎ベイですね。うん、いや、なぜ鬼じゃないのかというと、アニメでもう第1話ですね、うん、一番最初にもう義勇さんがね、戦った相手が炭治郎なんですよね。ということで、炭治郎と戦わせていきたいと思います。やっていきましょう。はい、いや、もう炭治郎ねやっぱ義勇さんにはかなわないですね。それでは次からは鬼と戦っていきましょう。それでは最初に戦う鬼はこちら、なんと禰豆子ですねはい、以前動画でも出してるので、まだ見てない方ぜひ見てみてください。禰豆子のね、ベイと戦っていきます。うん、炭治郎を守ろうとしてね、はい、ということでやっていきましょう。はい、すげえな、やっぱり。うん、いや、義勇さん強いですね。で、やっぱりね、禰豆子の首までは取らないっていう、この義勇さんの優しさが出てますよね。はい、このような感じですね。それでは
最後に戦う鬼はこの炭治郎ベイとねずこベイの動画を見てくださった方ならきっとわかると思うんですけど、この炭治郎のね、日の神神楽でもねずこの血鬼術抜血でも倒せなかったあの鬼ですねと戦っていきます。その鬼がこちら、なたぐも山で戦ったルイになります。いやこのルイとね、実はこの炭治郎ベイ、ねずこベイの動画で義勇さん戦ってるんですけど、このガチンコシリーズでのこの新しいカスタムではまだ戦ってないので、このカスタムでルイに勝てるかどうかですよね。はい、それでは早速やっていきたいと思います。11の方、なぎ。勝ちましたね。やっぱり義勇さん勝ってくれますね。最後直立しましたしね。はい、さすが義勇さんですね。ということで今回の鬼滅の刃シリーズ柱編、富岡義勇さんカスタムの、はい、バトルいかがだったでしょうか。やっぱり柱ですね。もう柱、もう水柱のこの気迫がね、もうにじみ出てますよね。いや強かったですね、ゆうさんね。ということで、はい、このルイもね無事倒してくれました。やっぱりねこの超絶シリーズの時ちょっとスタミナタイプだったんですよ、義勇さん。なんですけどやっぱこのガチンコシリーズでもう、もうガチアタックにして、そのおかげでもうめちゃくちゃね強くなったんじゃないかなと思います。はい、ということでね、この義勇さんカスタムいいなと思った方、ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。そしてこの、はい、炭治郎ベイ、ねずこベイの動画見てない方、あとねこの炭治郎ねずこ以外にも善逸とか、伊之助とかもいろいろあるので、ぜひ、はい、まだ見てない方見てみてください。それでは今回の動画この辺で終わりたいと思います。スタルケルでした。